ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日も人口50万都市をこの日本マップに作っていきましょう。前回ですね、かなり四国の開発進みました。さらにね、人口を伸ばしていきたい。今人口5万人なんだけど、今回で一気に2倍の10万人目指していきましょう。というわけで早速開発していきたいところなんですが、こちらご覧ください。琵琶湖、生活排水を貯めている工業排水もだけど、この琵琶湖なんですが、そろそろ溢れそうなんだよね。なので最初にこの琵琶湖の海藻からやっていきたいと思います。ここにある貨物駅がかなり邪魔なので、一回これをこっち、ちょっと悪いけどすまん、立ち退いてくれ。ここには駅ができるんだいつものやつ。こんなとこに建てたらやっぱダメなんだよ、それ渋滞するよなって話。この辺りに建てたいね。ちょっとだけ土地の埋め立てをやろうかな。これでどうだ。はい、綺麗に移設できました。少しだけ海を埋め立てました。であとは線路をこっちまで引っ張っていきます。わあ、綺麗につながった、いいね。さあ、これ土地ができたぞ。でこの空いた土地にさらに高速を切って、すまん急げー、道路がなくなったぞ、急げ、前が詰まってんだよ、ちょ急いで乗り込んでくれ。さらに線路も切っていきます。はい、さあ土地ができたぞ。でここにね、ダムを作っていきたいんだよね。なんかいい感じのダムをここに作っていこう。まずはダム、いや、いかんまずまず、早い早い早い。まだこの国にはダムの技術がないので、急いでダムの技術を、外国から買ってきます。急げー。でこの辺りにダムをバッて、よーし、いいぞ。はい、これが後に名を馳せる琵琶湖ダムです。琵琶湖ダムってダムなのか湖なのかちょっともうよくわかんないですけどどっちなのか。でちょっとさすがに堤防がないと水が溢れてしまうので、最初はちょっと高めの堤防を作ろう。ちょっとずつ下げていきましょう。堤防の高さはかなり溢れることが予想されるので、めちゃくちゃ高めの堤防を、もう堤防っていうレベルじゃないんだけど万が一にも溢れたら困るからな。これでどうかな。さあ動かしてみよう。はい、おお、ものすごい水が溢れ出してるいいぞ。であとは止まった道路をつないで、でちょっと緩やかに堤防は下げていこうかな。ちょっと今のうちから少し下げてもいいか。はい、できました国家事業だよこんなの。水漏れはしてないよな、大丈夫だよな、よし大丈夫だはい、できました。名前つけついてるか、水力発電所ではない琵琶ダムです。でなんとかまた道路をつないでやらないといけないんだけど、つながるのかこれ。かなり厳しいことになってるけど、あ、なんか意外と、え、無理だな意外とじゃないわ。お、おお、いい感じに回り込めたぞ。ダムを迂回して。いいですね。さらにこっちからも。観光スポットになるかもね、でもね。琵琶ダムを一望できる的な感じで。はい、つながりました。あとは、このダムで働く人なんだけど、ちょっと無理かな。ちょっと働けねえかな、ここでは。いや、待てよ。ちょうどここに、なんかスロープ状の道路があるから、ここを通せば、通れるのかこれ。あ、無理ではないだろ。無理ではない。ここに傾斜をつけてやればいけるかもしれない。いいぞ、最高じゃないか。はい、つながりました。一つ難点を言うのであれば、僕はここでは働きたくないっていうことですね。とんでもね、とんでもないよ。どうしようかな、高速に繋いじゃうか高速で通ってもらうか、こうして。はい、できました。あとは電線をつないで、よし、動き始めました。琵琶湖がパワーアップして琵琶ダムになりました。通勤も完備通勤も完備の意味わからんけど、通勤できるに決まっとろう結構かっこいいのできたな、こうして見ると。じゃあ心配事もなくなったんで、改めて人口を増やしていきましょう。で今回はね、どうしていくかっていうと、まあ、四国の人口を増やしつつ、この九州の開発をしていきましょう。ついに九州までたどり着きました。まあもうすでに貨物港はあるんですが、一気に人口を増やしたいから大開発いきましょう。
まずはいつも通りね、土地が足りないので土地を平らにしていきます。すべての山をなくしていきましょう。高千穂も何もありません。さあ、土砂を削るんだ。またビワダムのようなものを建てるときに使えるからな。ここで削った土砂は、さあ、鹿児島も平らにしていく。平らにしていくでゴワスゴワスなんて言ってる鹿児島人絶対いないからな。もういいのかな。どうせ何も立たないから桜島だけは見逃してるか。桜島って活火山なんで灰が降ってくるんですけど、まあ、灰はな、残してやろう。なんて優しいんだ火山だけ残すなんてなんて優しいんだ。はい、九州が真っ平らになりました綺麗に平らになったな。よし、じゃあ駅から作っていくか。せっかくだからでかい駅がいいよな。ここでもいいな。ちょうどど真ん中。これ邪魔だな。車両基地一旦中国地方に置くかな。邪魔すぎるな、この車両基地は。あまりにも。よし、ちょっと広島に土地を借りて車両基地を置きましょう。あー、でも貨物船とつながなきゃいけないんだ、これ。結構大変だぞ、ここまで線路つなぐの。いや、ダメだな。やっぱ九州に貨物基地いるな。どうしよう。鹿児島首都だからな、置けないしな建物がでかすぎるんだよ。四国がいいな四国があったな。ちょっと四国にいい土地見つけたんで、ここに置きましょう。すまないすまない、立ち退いてくれ。まあ、どうせ一戸建てだからね、そんなに住んでないんで大丈夫です。はい、で線路も目の前だからつなぎやすいね。よし、これで土地が空いたぞ。さあ、一気に開発していこう。はい、外周できました。結構すごい街になりそうだな。じゃあ改めて駅からだね。この辺りに駅を作ろうかなって思ってたんだけど、貨物駅の目の前じゃ大混雑の元になってしまうよな。もっと中心になりそうなところに。やっぱりね、首都は鹿児島だと思うんですよやっぱ首都鹿児島だよな。鹿児島に駅を作っていきましょう。まあ、ついでに福岡にも駅を置いてやるか。まあ、北九州方面の駅ということで。はい、できました。あとは線路をつないで残りを作っていく。はい、もう最短ルートでつなぎました。何もないから今なら優先してつなげられるぞ。で、あとは四国の駅とつながないといけないんだけど、駅の真横にタワマン邪魔だな。タワマン潰して、ほら出ていけ。悪いな、ここには鉄道のレールが引かれるんだ。これをズズズイッと伸ばして、今なんか九州まで徒歩で行けるようになってるんだよね、この貨物港で働く人向けに。だけどこの橋はもういらないので、悪いけどこの橋も一回なくして。悪いな、ここには鉄道橋がかかるんだ。はい、つながりました。なんとかここに線路を。あー、めっちゃいい感じだ。よし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 、いいですね。で、あとは旅客で鹿児島駅から福岡駅、そして四国中央駅に行って帰ってくるルート。まあ本当はね、近畿地方まで行けてもよかったんだけど、あまりにも混みすぎてしまうからな。さあ、あとは道路を引っ張るだけだね。高速道路から先に引っ張ってこようかな。土地を購入して、この高速の終点をここに作りましょう。ただこのまま終点作ってもめちゃくちゃ渋滞しちゃうんで、なんかいい感じの合流地点を作って、よし、この2つの円なんか顔みたいだなここに入っていく。で、出ていくときはこっちから出ていく。この入り口と出口を少し離すことで渋滞を避けるという作戦です。いいんじゃない。次は駅前に道路引っ張って、あ、なんかこうすればいい感じに繋がるかもしれないぞ。あとはいい感じに全部つないで、よし、道路引くぞ。
はい、区画できました。なんか生き物みたいだな。よーし、区画引いていくぞ。まずタワマンどこに建てるかだな。やはり中心部か。ここをタワマンゾーンとする。ここが高級住宅地です。まあ、あとは鹿児島の駅周りも高層ビルにしたいけど、ここに高層ビル建てると駅が見えなくなるからな。ちょっとそういう事情で首都鹿児島ちょっと裏手にしよう。裏手に、あとは手動で全部塗っていきましょう。まあ、発展させながらでいいかな。さあ行け。さあ全て塗って、どれぐらい埋まるかな。これ全部埋まれば間違いなく10万人は超えると思うんだよね。日本で一番の大都市ができることになる九州エリア。ちなみに学校が一軒もありません。警察も消防もないし、病院もない。病院やばいだろうな。九州で病気になったら東京まで治療に行かないといけません。格差がやばい。はい、区画埋め終わりました。おお、来てる鹿児島タワマンできました。いいぞ。あ、なんか九州の北の方よりも先に発展してるな。なんでだろう。いいぞ。貨物駅が近いからだろうか。鉄道も、そのうち来ると思うんだけど、あ、来た。九州こんな感じです。異様だな。タワマンだけ先に立ってんの異様だな。はい、着きました。ここが北九州駅です。まあ、北九州市っていう名前があるから、なんか名前変えた方がいいかもしれないな。何駅にしようかな。で、こっちが鹿児島駅です。ちなみに何人乗ってるんだ今。7人。あ、もう乗ってるんだ。でも7人も。え、これは鹿児島駅だな。こっちは何駅だろうな。まあ、九州駅にしとくか。で、合わせて食べ物を買うところが必要なので、九州の人たちは食料を買いに、多分仕事帰りにね、大阪とかで買うと思うんですよ。ここまで行かないと買い物ができないんだよな。ちょっと急いで拡張していこう。スーパーが大混雑してると思うんでね、まあ、急いで拡張していきます。渋滞えぐいことになりそうだけどな。あ、でもせっかく貨物駅も作ったからね、商品も運びやすいから細かいことは後で考えよう。世界最大の商店街とかワクワクするもんな。これが丸々商店街だから。近畿人口ゼロだからな。住民税もゼロ。素晴らしいじゃないか。なんかせっかくだからもう一つぐらい入り口用意してやるか。こっちだけじゃなくてね。貨物駅がなくなって土地が空いたので、こっちを伸ばしてみよう。ここから入れちゃうとめちゃくちゃ混みそうだけどな。後で考えよう。うん、いびつ。あ、ないよりはいいはず。よし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 。ちょっと渋滞解消にも一役買った感じだね。はい、ちょっと流れるようになりました。で、こんなことをしている場合じゃない。商店街を拡張していかないとね。なんかピザみたいな道路だな。ピザエリアということにしよう。はい、できました。じゃあ早速ここにも大企業を誘致していきましょう。一気に人口増えてる分、やっぱり建物が建つのも早いね。これで九州から来た客がですね、ここから降りて最寄りの商店街で買い物できるんです。そう、大阪方面に行かなくてもね、日本海岸の方で、ここは京都とか兵庫になるのかな、この辺でね、買い物できると思います。さあ、こっちはどうだ。霊柩車が来なくて困ってる。用意してやるか、墓地を。ただちょっと墓地建てるほどもう土地が空いてないので、まあ、50万人目指してるわけだからね。遺体は焼きましょう。火葬場でコツコツと焼いていこう。焼却炉もパワーアップしました。これで2倍焼けます。よし、いいぞ。あと病院もちょっとさすがに必要だな。そろそろでかい病院置くか。大病院、いや、でかすぎる。邪魔だな。まあ置くか。ここちょうどいい土地あったから置きました。さて、まだまだ全然商店街が足りてないみたいだから、商店街増やしていこうか。あ、もう全部の土地使っちゃってるんだね。これでも足りないのか。一気に中国地方の方まで商店街にしていってしまおうかな。九州コンビニ一軒すらないからな。絶対食べ物買えないから、飲み物も買えないから。みんな井戸水とか飲んでるんだろうな、きっと。浄水場もねえし、やばいな。だいぶ時代が遡ってるな、九州だけ。よし、できたぞ。あ、大規模都市になった。これで借金をできるようになりました。いやいやいや、金はあるのよ。金はケチりまくってるからな。さあ、みちみちに商店街を作っていきます。びっちり。さすがにこれだけあれば足りるだろうぐらいの勢いで、ものすごいことになってるぞ。ここも使うか。まあ、ここは後々その道路ができるかもしれないんだけど、高速からの入り口がね、死んでるんで。一気に需要がなくなってきたぞ。あー、結構じゃんじゃん立つじゃないか。もしかして埋まっちゃうかもしれないね、商店街も。もうかなり大規模なものができてる。駅もそろそろ必要になるかもしれない。
九州はというと、あ、九州も結構来たね。そしてちっちゃいマンションよりもタワマンがガンガン建っている。今人口何人なんだ。今九州の人口は13,000人。わー、結構増えたね。いいぞ。あ、まずい、排水が足りないって言ってる。任せろ排水すればするほど電気が発電されるらしいぞ。で、今このビワダムでは 20.7MW 出ています。だいたい風力タービン4基分です。おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いいね、全然いい。しかもこれからどんどん増えていくからなさらに増えていくからな。さあ、もう1基増やしました。もう1個ぐらい増やしとくか。あって困るもんじゃないしな。いいぞだいぶいい感じだな。ここはもっと引っ越してきてもらうために学校とかも整備していくか。病院もあるんだから建ててもいいだろ。待て待て、その前にちょっと資産状況を確認しようか。収支は、あ、めちゃくちゃ収入伸びてる、素晴らしい。あ、商店街だ、商店街で6割ぐらい稼いでるね。全体の住民税低すぎか。ちょっと上げることも検討しよう、お金なくなってきたら。小学校に高校、はい、小学校と高校も建てました。あれ、また商店街の需要が伸びてるぞ。仕事はどうなってるんだ、ちょっと見てみるか。市民の数ガンガン上がってる、これ九州効果ですそして求人の方はどうなってるかというと、あー伸びてる、商店街2倍になったからなめちゃくちゃな開発だよ。もうで労働者も一気に伸びてるね。で、無職の数は一時的に3000人を超えたんだけど、今落ち着いてるね。もうちょっと人口が増えるまではあんまり商店街でかくしても働き手が足りないかもしれないな。あ、まだガンガン引っ越ししてる最中だからね、少し様子を見てもいいかもしれないな。そうだ、収支を今のうちにちょっと確認して伸ばしていこうかな。生産どうなんだ。小麦や鶏、人参は足りてるけど他は取ってないから赤字だな。さらに、あー、これめちゃくちゃ赤字だ。電子機器を作ってないからめちゃくちゃ赤字だね。石油掘ってないからプラスチック製品がないんだね。これ石油を掘らないとな。どっかで石油を掘るか。僕調べたんですよ、石油が日本で一番掘れるのはどうやら新潟らしいです。だからこの辺に石油を掘ろうと思います。まずは土地を買って、そろそろ日本の土地全部買えそうだな日本の覇者になれそうです。まあ離島を除くだけどね。いやー、いいね、石油を用意しないといけない。まずはこんぐらいかな。新潟、はい、できました。うおーすごいこれが新潟油田です。すごいことになってる。この世界線の新潟は米作ってません、石油しか作ってません。この石油の銘柄、コシヒカリです黒く光るコシヒカリです。よし、ちょっと渋滞はしてるんだけど、商店街が足りないということなので、もうちょっと中国地方に商店街このまま延伸していきましょう。で、ここにゴミの焼却場があるんだよね。で、これどかさないと商店街建てられないので検討したんですが、ちょっとね、四国しか置けそうなところがない一旦四国に置こう、一旦、はい、一旦四国にゴミの焼却場を移設しました。さあ、どうしようかな。どこかに入り口あった方が多分いいと思うんだよな、商店街への入り口。あ、とりあえず道路引っ張ろう。さあ、鳥取、島根、広島、山口、岡山、この辺は全て超でかい商店街にします。びっくりだね、関東にもコンビニ一軒もありません本当びっくりだよな。本当は港とかも置きたいのは山々なんだけどな。この辺、この日本はちょっとサイズが足りないので、おとなしく商店街だけにしましょう。港置いたら港だけで埋まっちゃうからな。さあ、道路は完成したぞ。あとは入り口だな。入り口2カ所ぐらいちょっと特別に用意してやるか。俺もいいじゃない。なんかこの辺から雑に入れればいいんじゃね待てよ、出口は混んでないから入り口だけでいいんじゃないか。うん、買いに来ることはできるけど家に帰ることはできないみたいなみたいなじゃねえけど、お考え方的にはね、そういうことだよね。よし、いいぞ。さあ、あとはさっきと同じように、あとはここを塗って全部商店街だ
これが理想の日本なのか。あ、でも理想的だよね。何でも揃うぞ、ここに来れば。買えないものはない。住むところもない。はい、区画完成しました。さあ、これで商店街不足は解消されるはずです。あと、入り口も作ったので、使われてくれると嬉しいなという感じです。ちょっと様子を伺っていきましょう。はい、というわけであれからかなり時間が経過しました。やばい、電気不足になってる。やばいぞ。すごい商店街埋まったけど、ものすごい電気食ってる。急げー、急いで風車を立てるんだ。日本海岸に風車連打だ。いくついるんだ。めちゃくちゃ必要だ。とりあえずこんなもんか。さあ、これで足りるかな。せーの、回れ風車。いや、足りてない。いや、電気が通ってないのか、ひょっとして。九州からちょっとつないでみる。いや、電気は足りてるんだけど、ちょっとずつ。いや、いやいやいや、待って、いろんなところからつないでみよう。よし、電気足りました。あの風車のおかげで。いいぞ。で、入り口は混んでないね。入り口たくさん作ったおかげで全然混んでません。素晴らしい。いや、まあ、混んでなかったのは、停電してたせいかもしれませんが。いいじゃないか。よし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 。で、そしてその代わりにえぐい渋滞が見えるのは、なんだこの渋滞。これ、まさか、琵琶湖から九州まで渋滞してんのか、これ。そうですね。やばい。人が引っ越してきすぎたんだ、これ。ずっと渋滞してます。まあ、これはそのうち収まるということで。そうだ。あと、道路の整備もしないとまずいんじゃないか。道路状況見てみるか。色が赤い道路が、道路状況が良くない。まあ、いわゆるボコボコで穴開いてる道路ですね。真っ赤なんだけど。高速が赤いのやばいだろ。ちょっと待って、道路整備車両を出してやらないと。あ、ちょうどいいとこがあった。ここにしましょう、ここに。ちょうどこの2つの入り口と出口の間。ものすごい勢い出ていた。道路がボロボロすぎるんだな。15台出るんだけど、15台全部出ていきました。まあ、そりゃそうなるよな。他のところにも用意した方がいいかもしれないけど、まあ、ちょっと様子見るか。よし、じゃあ人口も8万人超えたし、この辺にしとこうかな。皆さんご視聴ありがとうございました。人口10万人とはいかなかったんですが、人口10万人を超えるであろう規模の街をね、完成させることができました。商店街もすごいことになってます。次回この調子でさらに街でかくしていきましょう。続きを見たいと思ってくださった方はね、高評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。